こんにちは。手で芸をするコミーです、今日はまず見てもらうところから、レース編み先日無音の YouTube アップしましたけど、無言の回があったおかげかは分かりませんが、この見えないか、これね、方眼編みの四つ葉のクローバー編み上がりました。思っていたよりも大きくなかったのでできました。これ面白いですね。ちょっとこう歪んでますけど、後でこうなんだピン打ちみたいのして整えるんだと思うんですけどね。これをなんかつなげて大きなタペストリーみたいなのもできるのかなと思ったりして、それからここ塗り絵ですね、完成したやつ、自己満足です。で、今日は新しいのに取り掛かろうと思っています。2つあるんですけど、ちょっと薄めなので、こうね、画面に映りにくいです。どっちにしようかなって思って、ちょっと薄くて画面に映りにくいけど、こっちでやりたいなと思っています。そしてこれね、私の気分が上がる色鉛筆たち、なんか地味な感じですけど、なんかね、紫が好きなんです。だからこれ字見えるかな、藤紫、スミレ色、藤色、いろいろあるんですね。あと青も好きなんですけど、群青色で、緑もこの青緑っていうのと、こう常盤色なんてのもありました。で、黄色はやっぱり私は山吹色が好きです。で、この12色の方に入っていなかったので、ネズミ色、あとやっぱり金と銀、これは子どもの時も上がる色でしたね。それを買っています。これを中心に塗っていこうと思ってます。もちろんこっちもね、使いながらやります。薄いんですよね。ちょっとまた頭が出ちゃうかもしれません。これプリントアウトするとき濃くすればよかったのかな。ちょっとなんか線が見えない。目のせいじゃなく、あ、折れちゃった。そう、とんがらせすぎちゃったんですよね。また折れちゃった。
全然見えない線が。時は色使ってみたかった。今日はまた寒いですね。出かけてて帰ってきたら猫たちがなんかみんなゾロゾロ来て、なんでかなと思ったんだけど、多分寒かったのかもしれない。ストーブつけたりしました。ちょっとは色。はい、というわけで今日は塗り絵でした。また明日の動画でお会いしましょう。バイバイ。